ファジーカス、アギラールへスリーポイント、アギラール決まりました。24秒、ショットクロックいっぱい。見ていきましょうか。ここはショットクロックギリギリのところ、スリーポイントラインからもかなり距離がありました。橋本ですが、なかなか奪ったアギラール。さあ誰もいない、叩き込みました。ダンクシュート、タイムアウト、レバンガです。テイラーです。ああ、ここは増田が距離を詰めますが、決めてきた。あそこでボール、これが今はちょっとユーロリーグのレベルのハンドリングということなんでしょうね。ファジーカスバスケットカウント、ショットクロックが5秒。テイラードライブ、外に出して内田スリーポイント。今良かったですね、入りました。そうですね、ファジーカス、ファイロープレー、空いたシモンズで、このシーンなんですけれども、ここはシモンズと牧のところがミスマッチになってしまいました。中野、テイラーへドライブして、テイラー自分で行きました。ジャワットに出したいところをディナイされてしまってから、すごい気がなくなりましたね。なるほど、アギラールのところからですね。アギラールスリーポイント。ジャワット・ウィリアムズ、流れながらなんとか決めた。ちょっとこれ床が、マット・ボンズ決めています。で、大塚スリー外れた。さあ走り出すレバンガ。テイラーパスにしてジャワット・ウィリアムズエンドワン。橋本ジャンパーは短い、篠山が守っています。青木がプッシュして大塚、篠山ドライブ、篠山ブロックショット、ここはファイ・パプムールのブロック。テイラー、ウィリアムズドライブ、おっとシモンズブロック。時間を使います。ファジーカス落ちてが、それでもアギラール、ここに来て2本、アギラールです。バスケットカウント1点目。丁寧に最後まで粘りを見せましたが、追いつくには至らず、最終的には71対53。